ダッシュでございます。武田でございます。はい、ということで本日はね、練習に来ております。はい、ということでこいつの話マジでつまらんので音声全部カットしてます。もう僕のこの副音声だけでやっていきたいなと思います。ということで茅ヶ崎の方にある陸上競技場に来ていて、草野さんたちと練習している風景をこれから皆さんにゆっくり一緒に見ていきたいなと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。それでは早速やっていきましょう。ダッシュで行こうぜ。それではゆっくりやっていきましょう。こういう時はね、ゆっくりやるのがポイントですから。それでこれは、動的ストレッチアップをしている風景になります。これを終了させて次にやっていく練習がハードルドリルですね。草野さんの後ろにいるのが TKD こと私武田でございますけれども、やっぱハードルドリルってなんていうのかな、やっぱ慣れって結構必要だなっていうところは感じていて、僕高校時代にほぼ毎日ハードルドリルやってたので結構慣れてるところがあるんですよね。結構ね、みんなに褒められてること多いです。はい、しっかりまたいで、武田のね、目線が若干下なんですけれども、これしっかり前を見ることを意識しましょう。前を見ることでね、より姿勢が良くなります。しっかり万歳もまっすぐしてね。さあ次は、あとハードルドリルで結構起こりがちなのが、末端だけ足先だけで、振り回そうとする方が多いんですけれども、根元からしっかり振り回しましょう。これもですね、末端の方で、上げがちなんですけれども、根元の股関節の方からしっかり上げてあげると。でしっかりこういう時もね、リズムよくタンタンタンとやっていきましょう。いいね。サイド、逆サイドをしっかりやっていきましょう。もう皆さんもね、ぜひハードルドリル分かんないよって人いれば、この動画見て参考にしていただいてやっていただければと思います。めちゃくちゃ股関節きつかった。次リズムですね。やっぱりちょっとずつ走りにつなげていったりとかも必要なので、リズムよくやっていきましょう。でちょっとここ焦っちゃいがちなんですけども、しっかり間を取ってやっていきましょう。リズムよくね、タンタンと。はい、やっぱりちょっと、難しいものとかスピード上がってきたり、リズムが速いってなるとちょっと下向きがちなんですよね。なのでちょっと怖いんですけれども、しっかり前を見る癖をつけていきましょう。さあ同じことを繰り返していきます。まあ大体左右 2,3 本がまあ無難かな。みんなもね、ここはみんな調整していいと思うよ。さあさあ次はサイドですね。しっかり間を取って、結構褒められたんですよ、これ。本当にすごく嬉しいですよね。リズムよく、リズムよくしっかりやっていきましょう。これも逆サイドですね。練習してる人たちがね、非常にレベルの高い人たちが多いので、後でご紹介しようかなと思っております。さあ次スピード、リズムアップしたバージョンですね。やっぱこれちょっとね、間が悪いかな、ちょっと焦ってる感じあるよね、なんかわかるかな。できつい人は、後ろの2人がやってるように、ハードルの外で足を交換してあげるといいと思います。無理してやるより、できる範囲で動かす、大事です。僕後半できなくなっちゃってるからね。次ハードルジャンプ、もうこれがひどかった、本当にひどい。僕のひどい絵だけではちょっと申し訳ないので、すっごくうまい草野さんのジャンプを見比べていただければと思います。わかる、このピタッて止まってるのと、この間、空中での間スタッ、すごいよね。いや難しいんですよ、ハードルジャンプって。皆さん、みんなもバカみたいに飛んでるでしょ。俺も学生の時そうだったのよ。なかなかうまくならないね。僕がもしかしたら10秒5、6になるには、ここも一つのポイントなんじゃないかなって。やったら気づいたね。見てよこれ、これが10秒1から2の選手ですよ。でこの辺のポイントちょっと言うの忘れてたんですけれども、しっかり止まること、そしてしっかり浮いて止まる、浮いて止まる、浮いて止まる、浮いて止まる。見てこの違い、なんか素人目線でも分かるよね。
浮いて止まる、でこれ初めてねやったやつなんですけど、まあ、これ普通のハードルジャンプに見えるんですが、最初段差の上からやってるんですよね。そしてこの違い、勘弁してくださいよ、下手くそやね、書いてるよね。俺の走りもちょっとかけ気味なんですけど、で草野さんはちゃんと上からプッシュプッシュプッシュ、そしてこの間とタイミングの良さ、きついきついね、できなかったから最初からやりましょうということでちゃんとやります。上半身もブレブレ、これで違いを見分けていただきたいなと思います。皆さんにはこれ最後だったかな、最後だけ良かったんだよね、最後だけ良かったの、みんなに褒められた。そして後片付けはちゃんとしましょう。ダッシュで行こうぜ。はい、ということで次はスピードレーン 70m×3 本で、これ僕の動きになってます。最初はぼっちぼっち良かったんだけど、こっからどんどん悪くなっていく、きつかったな。草野さんもね、今シーズン初の、スパイクとおっしゃってました、結構ダメージあったっておっしゃってましたね。でこれ藤田さんっていう方なんですけど、東大でさらに2部の 200m のチャンピオンという化け物でした。めちゃくちゃ速かった。でこれペンジョ君っていう方なんですけれども、ブータンの代表選手です。素晴らしい、かなり伸びてるそうですよ。でみんなでしっかり走ると、いやー速いんだよ、めちゃくちゃ、もう全然追いつけない。でもちょっとね力の差もあるんだけど、普通に疲れてたのもありました。で次スパイク履いてですね、マックスフライの恩恵を受けながら走ることはちょっと難しかったですね。皆さんもね、冬季練習終わってシーズン入ってくると思います。頑張りましょう。ちょっと間に合わなかった、これエンディングも入ってる、これ入ってるよね、ありがとうございました。入ってるわ、それでは皆さんエンディングも話しちゃってる俺、さようなら、やっちゃってるね、まあいいか。